ミッキーファイトは新馬戦と一生クラスを連勝し、前走のユニコーンフェスでは3着に入選しました。このレースで先着を許したラムジェットとサトのエピックは実力馬で、3着は上々の結果です。また2走前の一生クラスでは今年の雲取賞を制したブルーさんに5馬身差をつけて快勝しています。ミッキーファイトはまだ重賞を勝っていませんが、これまでの対戦相手を考えると重賞を勝つ能力は十分に備えており、兄は22年のチャンピオンズ C を制したジュンライトボルトという優れた血統背景もあります。ロジアデレードは前走の1勝クラスで逃げ切り勝ちを収め、安定した走りを見せています。今回初めて新潟競馬場に出走しますが、これまで様々な競馬場で好走しているため不安はありません。初の重賞挑戦となりますが、持ち前の先行力を生かせばチャンスがありそうです。ミッキークレストは新馬戦で4馬身差の圧勝、2走前のホース S ではキャリア1戦で3着に入っています。前走の1勝クラスでは中段追走から直線で先頭に立ち、リードを広げて2勝目を挙げました。今回は重賞挑戦で相手が強化されますが、これまでのレース内容から高いポテンシャルを感じさせ、食い込む余地は十分にあります。